ありそうだから一人で言ってみる。俺らだって今までないよね、全員が見てないのに。今男性の声しました。ほらね、やっぱスピリットボックスなんもですね。懐中電灯待ってやばい。これやばいって普通に。聖地巡礼ホラーラン。夏にはもう第10弾出張ホラーナイトが もちろん待っているんですけれども、はい、その前にね、皆さんホラー不足だと思いますので、はい、霊地巡礼シリーズということで、出張ホラーナイトと違って霊地巡礼っていうのは2週間連続でホラーが上がりますっていう出張ホラーナイトではなく、単発のホラーって感じで2本から4本ぐらいかな、多くても。ということでまず1箇所目になります。ういっ、はい、焼いたトンネルですね。トンネルはもう結構レベル高いとこ行ったじゃん。まあそうだね、うん、だから相当すごそうなとこしかもう行かないようにしてるんですけど、あ、はいはい、ここめちゃくちゃエグそうで、もともと東部矢板線っていうのが通ってたらしくて、その線が廃線してからは車道として使われてた。へー、はいはいはい。ただその後封鎖されまして、現在はもう誰も足を運ばない場所となっていると。片側がねコンクリで塞がれてるらしいんだよ。ああ、それ初だね。なんでそんな中途半端に封鎖されているのか不明みたいです。現象としてはスーツ姿の男性が覗いてくるとか、トンネル内に閉じ込められてしまった人がいるとか、工事中に壁に埋め込まれてしまった人の霊が出る。マジで、やっぱで最後とどめで大奇事件があったそうです。へえー、その被害者の長い髪の女性の霊が出るという噂がよく出ています。へー、栃木県のランキングだったらなんかトップ3ぐらいに入ってるような感じだったんで。へー、じゃあだいぶ有名なんだ。一応ご報告としまして、大輝くんがボロ勝ちしてる STBC の試合で爪痕残そうとして謎のヘッドスライディングした結果靭帯やりましたんで、今日運転のみです。はい、まあ、なんか現象があった時だけ一応カメラ回してとは伝えてあります。はい、予想レートは S。S、おー高え、はいはい、予想レートで S 入ってるからね。そうだよね、予想でトンネルが予想レートで S は初じゃねえか。じゃあ行きましょう。はい、はい、なんか新作のハワイグッズ着てますね。いや、そうなんですよ。どこでゲットしたんですか、これ。知らないですか、まだ。ちょっと遅いっすね。僕の界隈には来てなくて。あ、マジですか。それあんま外では言わない方がいいですよ。結構恥ずかしいやつですか、これ。これ知らないで、はい、これもしかして恥ずかしいやつですか、これ。あ、恥ずかしいやつです。後ろもそういう感じってことですか、やっぱ。そうですね、知らないのであれば。え姿勢いいやつ言うな、右に。2人とも紐してるからちょっと見にくいんですけど、まあどうもおしゃれな服着てる感じなんですね。ここから真面目にやっていきましょうか。やりましょうね。はい、もうスポットなんでここ。そうですね、危ないんで。全く疲れてないね、本当に。大体心霊スポットってなっていればなんか人がうろうろするからさ、うん、道あるんだけど。うわ、うわ、え、やばい、え、声返ってくるぐらいやばい。声も変えたらやばくない。うわ、人形だよ。うわ、なんじゃこりゃ。存在感がもうやばいよ。やばいよ。嘘だ。そのライトで撮りたいよ。クソ怖いんだよ、手が。やばいな。時差で帰ってくる。で、最初それでビビった。遅いの？遅い遅い。だからなんか声すんだろうと思って。トンネルでこんな威圧感感じたの初めてかも。なんかエグそうだから一人で行ってくるかな。エグそうだから。いけんのいつもと言ってることが反対な気がするんだが。第9弾だっけ、
過去のと比べたらちょっと緩かったんで、まあ、一発目が一番やっぱレイびっくりしてると思うんで、ああその時一人の方がえぐいかなと、うんうんうん、叫び声とか聞こえたらガンダで分かった、聞いてください。了解っす。俺らだって今までないよね、全員が見てないのに一人で行ってこようか。いやそうだよね、行くパターンがないよね。とりあえずだって最初は全員でっていうのがあれなのに、うん、とりあえず気をつけて、うん、俺らだいぶ離れておいた方がいいよね。さすがにやばいな。さすがにやべえかもしれない。ちょっとじゃあターボ出てくる。オッケーオッケーオッケー。タツがやっぱあんま怖がりじゃないんで。湿度が半端ない。ジメジメ度が半端じゃないなんか。尋常じゃなくてジメジメしてる。うん。普通に森とかなしに、なんか断トツで一番怖いところする。なんかトンネル界隈で。見つけた瞬間から入るまでの鳥肌が…謎の鏡がありますね。なんだこれ。なんか落ちた今。落ちた。そんな音今までなかったぞ。金属音だね。ねえ。え？いや、これ一人やばいぞ。ちょっと絶対やばいぞ。よかったね、一人で行かなくて。いや、これやばいな。このくぼみ何や、何のためのくぼみなんだろう。写真撮ってみようか。そうだね。壁と床に、うん、なんで、うっ、これだよな、なんか。うっ、ちょっとびっくりした。今聞こえたよな、なんか。え、めっちゃ近くなかった、今。え、なんか、なんて言えばいいんだろう、今の音。あ、やばいよ。爪でなんか壁をなんか引っ掻くみたいな。もう俺寒気やばすぎて動けなかった。ここが終点ですね。埋める途中でやめちゃったのかな。何かあったって考えるの普通で、ね、うん、作業を続行できなかったって。まあなんかよくあるよね、なんか、マジで広い。なんかマジで閉じ込められてる気分になるの。黄色いんだけど。電池切れ？いやマックス。一番やばいっす。あ、そんなだったの。一番やばいっす、うん、もう尋常じゃない雰囲気が。ある程度行くと声が跳ね返ってくるようになってた。真ん中までは声は跳ね返ってきてなかった。やばい、激耳鳴りしてる。右、右どっちか。激耳鳴りしてる。なんかいる。いや、いないけど。顔認証とかもしてない。してないね。たつきさん、一人タイム、そしてスピリットボックス、はい、お願いしますということで。あ、中入ると意外と声の跳ね返りとかあんまないんですね。男性かな。なんか今男性の声が聞こえた気がした。
え、ほら子供っぽかったな。多分後ろっすね。先に奥のところでスピリットボックス暗闇でやって、また後でここに戻ってスピリットボックスやります。はい、やばい、今の今男性の声しました。うなり声、ほらうーって言ってる。お、女性、女性。なんだ今の、ヒューイーみたいな。男女でいる。いや、うなり声は絶対聞こえてると思う。ほら、女性。行き止まりの奥に着きましたので、スピリットボックスを一応暗闇でやります。今僕の姿は捉えてますか？何か話しかけてくれませんか？何か今なんか今スピーボード関係ないとこが聞こえた気がします。あの女性、またほら痛いって言わなかったかな。痛いって言ったな多分今。ちょっとそのまま話してください。今どこか痛いんですか？僕はあなたに危害を与えないんで、何か一緒に話しませんか？ちょっと待って、何か言ってんな。足音なんだけど、ドンって言うとした。ほら、ね、ビボからは全く反応がなさそうなので、一番奥はこの辺にしたいと思います。あそこくぼみ通ってから声がすごい聞こえ出したりとか、足音だったり物音がするようになったから、もしかしたらね、あのくぼみかもしれないし、ちょっとあそこで何か起きるんじゃないかなと思って、とりあえずやってみたいと思います。いや、なんかメロディーみたいにしなかった？女の子の声で歌かな。と言ってる間にもうここに着きました。最後ここでスピリットボックスをしたいと思います。あなたはこちらの方がいますか？話すの恥ずかしいですか？やっぱスピリットボックスなんもですね。けど直接聞こえる音とか声の方が全然多い。ほらね、足音みたいにしたでしょ。くぼみ越えると何も聞こえない。くぼみから先がすげえ聞こえるってことで、もう出口になりました。ただいまです。どうだった？いやー、どっから話せばいいんだ。おい、怒ってることが多すぎる。まずうなり声、あのこういう反響とかじゃない、うなり声ちゃんと、あーエコーかかってないみたいな。男ね、そうそうそう、もうダイレクトに普通に喋ってる、この会話の音量のやつの
反響もなしの、うん、トンネルの中で俺は1位だね。俺らも1位。あやっぱそう、うんうん、なんかもうトンネルで鳥肌立つことまあもちろんあるけど、うん、ここでの鳥肌の立つとやばいというか、うん、直感的にやばいっていうのがすぐ分かるトンネルっていうかね、うん、どうした？雲の手一本ここにあってなんか目で落ちたらふーってなくなったの。この辺で、ここ、ほんとこの辺。あ、そんな目の前、うん、じゃあカメラにも映ってるかもしれないってこと。だからなんかあるなと思って見てたら動いてて、おスーッてなんか見えなかった。それはもう雲の糸じゃないよね。もうまあだろうな。動きおかしいよね。最後写真だけ撮って、はい、戻りましょうか。はい、うまいっすね。行きましょうか。戻りましょう。このくぼみ何じゃ？何のためのくぼみなんだろう。壁と床に、うん、なんで？ここが終点ですね。そうだね。いやマジで。このくぼみ何じゃ？何のためのくぼみなんだろう。壁と床に、うん、なんで？ここが終点ですね。そうだね。いやマジで。やっと出口まで来た。お疲れ様です。あ、いいよ、立ち来た、止める、はい、待って、やばい。ん、ヒルだ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 、勝手にヒルだ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 、タボ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 、これやばいって、普通に。いや普通にまずいんだけど。出たよこの現象。頼むよ。これで修復できてなかったら俺のカメラの映像届けられません。そうだろ。メモリーカード入れ直しが、メモリーカードすぎ、メモリーカード入ってないことになってます。いやいや、はい、確実にメモリーカード入ってます、うん、はい、証拠です。カチって言ったらメモリーカード入ってます。はい、うん、これがメモリーカードの意味が分からん、意味が分からん。普段こんな なんなかったでしょ。なるわ。この現象もよく分かんない。たまに心霊スポットであるけどさ、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。シンプルにトンネル界ナンバーワンでこうなってます。マジで？いや、ほんとそう。ああ。
おさらいとしましては、やっぱ数が多い、 あとはなんかその霊が好む条件が確実に揃いまくってて、うん、もういない方がおかしいとか、そんな感じのレベルっていうか、うんうん、僕ら霊感がその激しくあるってわけではないんですけど、うん、4,5 年めちゃめちゃ心霊スポット回って、うん、やばいなっていうのは感じるようになったじゃん、うん、それがもうビンビンにここやばいなってことで深入りは知っていなかったというか、うん、そんなレベルだったんだ。まあ、なかなかの怖さでした。焼いたトンネル冷凍です。うわ、トンネルでついちゃうもんな、あれは。大事なことはせずいけど、映像がないからね。ああ、そうだね。あれはやばかったよ。やばいやばい。薬師堂の巻とやっぱ似てるんだよな。俺も今思った。現象めちゃくちゃ多いし、電子機器に影響を及ぼすし、うん、懐中電灯もね、行かれたの。いろいろあったから、もうやばいなってなんとなくみんな感じたんだろうね。霊地巡礼シリーズ第10弾出張の前のお楽しみということで、皆さん届けていきますので、チャンネル登録高評価して楽しみにお待ちください。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイ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 。